裏ベプラで泥酔したミノシシかっこミノワがひろゆきとホリエモン仲良くするメリットないようなどと言ってましたが、ひろゆきさん的にホリエモンと仲良くするメリットは何ですか？仲直りの間に入ってくれるとしたら、勇敢ないミノシシなりちゃん誰がいいですか？ミノシシいつもあんな感じですか？放送事故ですよね。ひろゆきさんなりさんに一言。ホリエさん自身は僕面白いと思ってるので、仲直りできるんだったら全然仲直りできたらいいなと思ってるんですけど、ただなんかあのプライドの高い人なので、なんか間を取って仲直りをさせようみたいなこと自体は僕やめた方がいいと思ってるんですよね。要はその結局外野がうあーだこうだ言うと、多分余計にその固くなになってしまう人だと思うので、なので何らかしらの時間の問題で解決すると思うので、なんかいちいち外野がどうこういうことじゃないんじゃないかなと思います。で、僕が堀江さんが嫌いですとかもあって2人で揉めてるのであれば、なんか仲直りってなるんですけど、僕は堀江さん好きなんですよ。一方的に嫌われてるだけなので、なので仲直りでもないんですよね。なのでなかなかその難しい状況であるので、はい、どうしたいのかなっていう感じなんです。要はその間に入りたいって言ってる人たちが、そのなんか間っていうよりも、その堀江さんがそのなんか僕が嫌いというのをどうこうなんかこう和ませていくかとか、そういう感じの話な気がするんだよ。なので間に入って何かしようぜとかっていうのになると、余計揉めると思います。